はい、どうも、こんにちは。今回ね、デトロ、今回じゃない、今回またね、デトロイトビカムヒューマン続きからやっていこうかなと思います。で、いきなり始まっちゃったからあれだけど、前回は、なんだっけ、カーラとマーカスを進めたのか。カーラとマーカスがあれか、前回の、前回っていうか前々回も含めて、カーラとマーカスで、今回またコナーからやっていこうかなと、やっ警部ていこう補かな。強化されましたか？ 俺の意思じゃないんだけど、昨夜クリスがパトロール中、どうも変異体に襲われたらしい。誰、クリスって、クリス誰だっけ、だクリがス、マーカスに救われたって話だ。マーカス。無事なんですか？ああ、ショック状態だが、生きあ、あてる。れか、打つか打たないかっていうやつか。打つか打たないかのあれの刑事がクリスか。嫌な予感しますよね。警部補、嫌な予感がします。来たのは間違いだ。嫌な予感だと？あ、お前故障したんじゃないか？検査しとけよ。これあれかな、あそこの別荘かな、言ってたじゃん。なんか、あの制作者っていうか、あの、あいつの、あいつよ。名前忘れたけど。マーカスに救われたってことは、あれがクリスだったんだ。じゃあ、あそこで撃ってたら、ここの階段も変わってたんだ。殺されたっつって、変異体に。はあ、オープニングの子だ。どうも。ああ、オープニングの子だ。私はデトロイト市警のアンダーソン警部補。できれうん。ばイライジャ・カムスキー氏と話そうがそう、したカムい。スキー、おカムス入りくキー。ださい。そう、この子あれなんだよ。このゲームを始める前のタイトル画面に、いつもいる女の子なんだけど、そう。すごいな、ここいざ出てくるとすごいなんイか、ライジャに知らせてきます。こちらでお待ちください。めっちゃ話しかけてくれんのよ。ホーム画面で。めっちゃ話しかけてくれんの。今日あれだって、お疲れのようですねって言われたわ。あながち間違いじゃないわ。座るな。座るて。早い。ハンクびっくりだろうな。あ、もう立つの？え、もう立つの？別お、す品げだな。え。まあ。確かに。お、いいねー。その返し、かっこいい、イライジャ・カムスキー。は？イケメンなんだけど。でも綺麗ですね。かっこいい。なんかこれあったよね。豪邸だな。ほんとだよな。ドロイドで得してるやつもいるってことか。まあ、作ったやつは得する。お！あいつじゃん。あの人じゃないの？これって、あの、黒人の。アマンダ。そう、アマンダ、アマンダ。死亡？え、死亡って何？死亡2027年2月23って。自分を作った人間に会うんだぞ。どんな気分だ？死亡？まあ楽しみよ。カムスキーは21世紀を代表する偉大な天才です。お会いするのが楽しみですね。いや、待って、死亡が気になるんだけど、アマンダ死んでんの？アマンダはアンドロイドなのでかもきしかるしこて。となら創造主に会ってみたいもんだね。リアル宇宙旅行。文句の一つや二つ言ちょっっと黙っててやくれっねえか、て。ハンク。再利用可能なスペースシャトルの登場で民間向けの宇宙旅行が現実味を帯びてきた。とはいえ、あなたに十分な資金があればの話だが、高級旅行ブランドクリアスカイは現在、初の商用宇宙飛行を売り出し中だ。ツアーでは月の軌道を3時間飛行し、特別デザインの展望台から地球の壮大な眺めを楽しむことができる。ほう、いいね。この成長市場で競争が増すにつれて、宇宙旅行はますます手頃な価格になっていくと見ていいだろう。だが、消費者権利の活動家は、こういったブティック商品は、社会の不平等拡大を示すものだとして非難を始めている。貧困への支援 AOP 代表は、わずか1%の富裕層が宇宙から地球の眺めを楽しんでいる間、残りの人間は汚染や飢餓、貧困にあえいでいると述べた。クリアス会社は沈黙を守っているが、同社の宣伝文句が答えになるかもしれない。すべてを忘れて宇宙へ行こう。まあ、そんなもんだって、富裕層と貧困層の関係なんか、そんなもんだって何でも言えることだから。未来予知、サイバーラッシャーが最高速、量子計算機。まあ、そういう時代だよな。もなんか、あとあれ座っとけばいいのかな。とりあえずじゃあ、座ろうか。立つの？え？なんで？イライハジャンク？がお待ちです。ああ、どうも、失礼します。
アンドロイドが戻った。クロエー、クロ見て見て、クロエー見てよクロエー。カムスキーさん、え、趣味悪っアンドロイドに泳がせるのはちょっと趣味悪いな。悪いな、すぐに行くよ。全部同じ顔だし。え、どういう空間これ。この顔が好きなのか、カムスキー。すげえ、カムスキーから情報を引き出す。え、すげえ、すげえとしか言えないわ。金持ち感、金持ちだなっていうお前やっぱ金持ちだなっていう。なんかあんのかな、なんかあるのかな、なんか近くに行ったら見えるとかあったかな。カメラアングルむずいな。あ、泳いでたんだ一緒に。一緒に泳いでたって。あ、でも人工知能同士が会話してるよ。同じ顔だけだったら面白くなくないっすか、カムスキーさん。かっこいいけど、ちょっと顔長いな。アンダーソン警部補です。こいつはコーナー。うん、それで警部補、ご用件は。変異体の捜査をしてるとこで。はいはいはい。あなたはサイバーライフを退職されてますが、うん、何か情報を聞けるんじゃないかと。変異体か。まあ予知はしてるだろうな。お、ガリレオ出たね。無限の知能を持つ完璧な存在。うん。今や意志まで手に入れた。確かに。人間よりもはるかに優れている。最強だよな。争いは避けられない。人間の偉大な発明が人間を破滅させることになるとはな。すごい余裕があるねお前。助けを請う変異体。戦争。もし人間とアンドロイドの戦争が始まれば、何億もの人が死ぬことになるんですよ。うん、深刻な状況なんです。言ってやれ。アイデアはいわば伝染病のように広まるウイルス。うん、ならば自由への欲求も伝染病と言えるかな。哲学を語ってる人あんたが作った機械が革命を起こそうとしてるんだ。何も教えてもらえないならこれで帰る。君はどうなんだコナー。なんすか。どちらの味方なんだ。率直にってどういうこと。率直にって、まあ、率直に当然人間の味方です。コナー、うん、それはプログラムされた返答だろ。だが君はやばい。何を望んでいる。でもこれ変異体に対してこんだけ余裕があるってなかなかだと思うけどな。何を望んでる。中立ですよ。私に望みなどありません。いいぞコナー。私は機械です。ぽいぞコナーっぽいぞ。クロエ。何？何やめてやめて。チューリングテストは知っているだろう。形式上のものだ。アルゴリズムと計算能力の問題に過ぎないんだよ。クロエ。何されるの？私は機械が感情を持てるかどうかに興味がある。カムスキーテストといってね。単純なテストだよ。まあでもこれでも素晴らしい。ちゃんとした発明家って感じするな。サイバーライフが開発した最初の知的モデルだよ。クロエが永遠のクロエ。美しさと若さを持つ。うん、枯れることを知らぬ花だ。その正体は人間を模したプラスチックか。おう、それとも魂のある。何すんの。何やめてやめてよやめてよ。おい、その答えを導けるかどうかは君次第だコナー。やばくないこいつ、すごいな。理解すれば知っていることを教えよう。生かしてもいい。命があると思うならね。うわー、これ試されてるわ。られずに帰ることになる。帰った方が良さそうだな。コナ、ほら行くぞ。どうもお邪魔しましたね。どちらが重要かな。操作か、それともこのアンドロイドの命か。うわー、これむずい。やめて。時間やめて。時間制限やめて。頼むって。
従順な機械なのか、それとも意志を。だってこれ撃たなかった方があれじゃん、変異体じゃん。撃たなかった方が変異体ってことでしょ。コナ、帰るぞ。引き金を引けば。コナ、やめろ。知りたいことを教えてやろう。あ、でも時間制限ないわ。だってさ、撃たなかったらあれじゃん、変異体って認められるってことでしょ。うわー、あー、ハンク教えてくれ。いやでも俺クロエさ、いつもお世話になってるから撃てねえわ。素晴らしい。人間を救うサイバーライフの最後の切り札がまさか変異体だったとはな。私は変異体ではありません。任務達成よりも機械の命を選んだんだよ。このアンドロイドに命を見出したんだろう。同情したんだ。いやだってそう、俺だってもう毎回デトロイト始めるときにさ、もうクロイに話しかけられるからさ、ちょっとやっぱ撃てねえよ。戦争が始まれば決断を迫られるだろう。仲間を裏切るのか、それとも創造主に歯向かうのか、うん、さあどうする。君はどちらの悪を選ぶのかな。ほら帰るぞ。カムスキー立ち悪いな。立ち悪いけどマジでなんかちゃんとした発明家だよな。なんかそれとヘイもよく知ってるかな。私はプログラムに非常口を残すんだよ。何、念のためにね。だからそれがあれでしょ、変異のきっかけってことでしょ。だからなんで撃たなかったんだ。彼女の目を見たら撃てなくなった。これは変異っすよ。これは変異だわ。達成のためなら何でもするって言ってたよな。絶好のチャンスをお前は逃したんだぞ。どうすべきかは分かっていましたが、撃てなかったんです。ご希望に添えずすみません。これハンクにどう映るのかな。ハンク、ハンクいいんですかこれで。いやこれ多分ね、これ多分めちゃくちゃ重要な選択肢だと思う。これはこの分岐は、これはすごい大事な分岐だと思う。ほらって見て黒を打つだけでちょっと増えんだよ。またこれ重要な分岐だわ多分。これやっぱそうだよな。生かす 85% だよな。そりゃそうだよ。お前、このデトロイトのゲームをさ、普通に楽しんでやってる人からしたらさ、絶対に無理だって。うん。何これ、警官が伸ばした。ああ、繋がってんだ、こっから。あ、この黄色ってあれか、繋がってるってことか、他のやつと。いや、これ、いやー、撃てない。ほら、85%、これは撃てないよ。悪人じゃないもんだって、クロエは。悪人だったら撃つけどさ、俺は。悪人じゃないもん、クロエは。マーカス。始まったね。ああ、もう動けるんかい。動けるんかい。一人の時間を楽しむ。やったぜ。アンドロイドの暴動、デトロイトを破壊した暴走機械。あ、これあれじゃない、俺らじゃないの。デトロイトを破壊した暴走機械。昨晩デトロイト市内の複数の地域が容赦ない破壊の犠牲となり、サイバーライフ店舗からは現存するアンドロイドの在庫となる。犯行を行ったのがアンドロイドだと思われるためだ。警察は公式見解は発表していないが、流出した周辺エリアの防犯カメラ映像にはマンホールから現れて店のショーウィンドウを叩き割る複数のアンドロイドの姿が映っているとのことだ。え、そんな複数でショーウィンドウ叩き割ってはないけどな。最も深刻な被害を受けたのはキャピタルパークで、駆けつけた警官がアンドロイドから暴力を振るわれている。警官はやむなく何らかの不具合を抱えていると思われる機械に発砲した。アンドロイドリーダーに襲われてナイフで脅されたという匿名の目撃情報もある。証拠はないが、欠陥機関の行動について人間の目撃情報を疑う必要はないだろう。同じくアンドロイドが人工反応される先日のストラットフォードタワー襲撃事件との関連性を指摘する声も上がっている。今回の騒動は得たの知れる不穏な事態の始まりかもしれない。いやー、これ何がさ、これね、俺最近ちょっと気づいて、ああ、まあ、旧共産国宇宙開発競争。これね、
何がきついかっていうと、結局さ、この選択を強いられてるのが俺っていう人間なんだよね。もうまとめみたいになっちゃうけど、この選択を強いられてるのが俺っていう人間なのがまた複雑だわ。これは何、これ布ガラスか。お、自分の顔見るとくっそ綺麗なガラスだなこれ。落ちてるガラスこんな綺麗じゃねえよ、反射。お、ピヨンで引けんじゃん、また。うわー、やめてくれや。カールじいさんの家思い出すやんけ、こんなん。すげえ、タップしたら、タップするたびに反応するわ。どうなんだろうね、アンドロイドって。まあもうマーカスはさ、自我を持ってるからあれだけど、アンドロイドってやっぱこういうの楽しいと思うのかな。マーカスどういう状況でここに来た、むしろ。てか下にもあったんだけど今。あなたここにいたんだ。ここにいましたよ。一人の時間です。一人になりたかったんだ。お、かっこいい。ここが好きでよく来るのよ。お前もなんかいいよね。自分しかいない気分。ああ、他の人いないもんな、ここは。未だに町の至るところから仲間が集まってくるわ。変異してんね。ジェリコに自由を求めて。みんな変異してるな。さっきから上の空ね。なんか解禁されてるよ。じゃ見てみようか。みんな俺に従い、疑問も持たずついてくる。確かに力を持つのはいい気分だ。うん。だけど同時に恐ろしくなる。ニュースは昨夜の話題で持ちきりみたい。力を持ってるってことかね。人間は怯えている。うん。内戦の勃発にね。あの後たくさんの仲間が処刑された。人間が私たちに自由を与えるはずがないわ。これは決意。決意を。耳を貸さないなら戦うのみだ。あなた自分のことはあまり話さないのね。ここに来る前は何をしていたの？これ正直に言おうや。これは一回立ったね。立たなくてもよかっただろう。真実。老人の世話をしていたんだよ。これはこういう時は真実言いたいんだ俺は。みたいな人だ。人間と俺たちが共存できると教えてくれた。いい人だなぁ。こう聞こうぜ。自分は聞いたことなかったな。何をしていたんだ。話す気はないわ。キャッチ、おい、おかしいだろお前。おい、信頼煽る。煽る。まあ、理解を示そう。誰にでも忘れたい過去はある。いいね。でも今の自分を知るには過去を理解するしかない。キャッチボールしないとダメなんだよ。キャッチボールしないと。信頼。一緒に戦っているんだ。信頼するにはお互いのことを知らないと。いいね。上がってくね。ノースめっちゃ上がんね。私はあの頃。どうした？あ、ルート解除。人間を満足させるためのただの人形だった。おお、見えた見えた。なんか性的なやつだったもん。奴の快楽のためのね。うん、なんかあの本で見たわ。同じ顔のやつ。性的な。ある日いつものようにレンタルされて。涙流してんじゃん。突然もう耐えられないって思った私は男の首を絞めて逃げたのよ。涙流してんじゃん、ノース。ほら満足した？ノース、サウス、ウエスト、イースト。言わなきゃよかった。いいって別に。接続しなくてもよくね。はそれ。マーカス詰め寄りすぎでしょ。やらねえかんの。よくない。これはダメでしょ。逆効果じゃないこんなの。あ、お互いのことを知ろうってことこれ。あ、ちょっといい感じじゃん。なになに、いい感じじゃん。今メモリーが見えた。恋人。カールの家であなたは死んだものとして捨てられた。俺も君のメモリーを見た。何これ、ちょっと。クラブ。ちょっと。
まるで恋じゃん。いるみたいに男の死が見えた。あ、お互いのね、辛い過去をね、共有しようって。ノース。ノース。接続するしかなかったもん。俺だって接続したくなかったけど。だって、すまなかったもん。ジェリコ。ああ。自殺。マーカス、ちょっと皆殺しにされるマーカス、お願いだから考え。マーカス怪しいよ。分かってないな。人間たちに訴えるんだよ。この場所が歴史に残るんだぞ。すぐに殺されるわ。自由のためならリスクを冒してでもやるべきことだ。マーカス、お願いやめて。やめた方がいいってこれは。理解するさ。こんなお前白昼堂々やるもんじゃないよ。こうする以外にない。白昼堂々やめようぜ。アンドロイドをさらに変異させる。増えれば説得力も増すはずだろ。やめようぜ。な、白昼堂々やったらダメでしょ。ここでなんかあるんだよね、更新に加わったアンドロイドゼロって。多い方がいいのかな、やっぱ。ここでもここさ、こいつをさ、取るか取らないかって結構大事じゃない？だってさ、ここで取ったらさ、あれ？なんかあのアンドロイド、なんか仕事放棄したよって周りの人から見られるわけじゃん。バレるよなぁ。これ大事、初手大事じゃないでしょ？だってこれさ、ってさ、店の中なんだ言ったら。店の中だからさ、みんなに見られてるからさ、あんまり良くないと思うんだけど。一旦スルーしてみていい？一旦スルー、俺多分ね、これ一旦スルーした方がいいと思うんだよな。うわぁ、これ人にいるアンドロイドがいるし、人についてるアンドロイド。いいんだよ、これ、おい。迷う。まあでも結局更新するんだって、もこれだと、俺じゃ多分更新に加えないっていう選択肢も多分あるわ。多分デトロイトならそういう分岐もさせると思う。更新をしないっていう、ゼロのまま終えるっていうのもあると思うんだよ。だからこのロックされてるのがあれじゃない、多分変異させないじゃないの、もしかしたら。いや、こんな白昼堂々やったら危ない気がするんだけど。ちょっと一旦チラリズムしていい？これ戻れるでしょ、どうせ。じゃあどけよ、おい。どけって、お前、おい。どういっただろう、今一瞬。はい。というわけで、仲間を集めるということが確定しました。はい。仲間を取らないといけないみたいですね、これは。仲間を集めないという選択じゃないみたい。こいつアンドロイドっぽくない？あいつ。こいつアンドロイドでしょ。こいつ危なかったね。見逃すかった。じゃあ、俺やるからにはちゃんとやる。俺全部やるよ、ちゃんと。やるからには。お前、来いよ。仲間になれよ。さあ、起きて。かわいい、この子の顔。この子の顔、かわいい。なんか、ピュア。上に行けないんだよね、まあ、多分。そうだね。いや、やるからに俺全部集めるよ、そんなの。コンプする、コンプ。どうしようかな、時間が結構来てるんだよな。この店出たら、一旦終わろうかな。おい。自由だ。行くぞ。あ、俺が変異させてるから一応気持ちの問題だけど、フード被ってんだ。ん？何？こいつ危ないけどな、荷物持ってるから。あ、でも電話してるわ。バカだな、おい、人間。さあ、起きて。行くぞ、みんな。いないよね、多分ね、家の中。多分いないと思う。行くぞ、みんな。ん？何？道路を封鎖する。いや、とりあえず今回ここら辺で一旦終わるわ。じゃあ、とりあえず終わるわ。じゃあ、あざした。